なんでこんなに寒いかね。俺ってものすごく損してない？文句言わない。そんなに寒ければ体を動かす。みんなと同じように町の人たちから話を聞いてきなさい。そいつは俺の柄じゃないな。それよりさ、エリスちゃん、俺と体を温め合うってのはどう？冗談はほどほどにしておきなさいね。お姉さん、本当に怒っちゃうわよ。俺としては冗談のつもりなんてこれっぽっちもなかったんだけどな。仕方ない。これ以上言うと怒られそうだし。物は相談なんだけどさ、防具ナインを少しばかり貸してくれないか？どうして？いい風よけになるかと思ってさ。トーマ。わお！よけない！一度痛い目に遭いなさい！そいつはご勘弁。待ちなさい！何やってんだ、あの二人。いつものことじゃろう。それより、何かわかったかい？さっぱりだな。あの長老の話が本当かどうか疑いたくなるよ。長老が嘘を話さないことは我が輩が大変よく知っていることです。それにこの場所は氷に覆われた大地ではありませんです。そちらは気長に探すしかあるまい。この大陸には今までよりはるかに多くの魔物がいるようだ。ここまで手は及んでいないようだが、話に上るくらいだ。相当な勢力と考えておくべきだ。いずれにせよ、ここでの情報収集は限界のようじゃ。南に町があるということだし、そちら行ってみるとしよう。南にエルフの暮らす里があるということでした。しかも驚いてください、そこは大地が氷に覆われているらしいですよ。本当か？噂らしいが。それでは信憑性に欠けるの。しかし噂ではなく、きっと本当のことだと言わねばなりません。なぜなら我が輩が聞いた話は長老の話と符合するのですから。火のないところに煙は立たないっていうし、長老から聞いた場所かどうかはともかく、何かあるのは確かだと思うぜ。何でもその里の周りには見えない壁があるって話だ。近くにある森からなら入れるらしいが、ここにも見えない力が働いているのか。エルフの案内がないと迷って絶対にたどり着けないってことだ。だから誰も見たことがないか。なるほど、噂の範疇を出ぬわけだ。その話が本当だとすれば、まずはエルフを探す必要がある。そこで俺の出番ってわけだ。今度はちゃんと働いてきたんでしょうね。そりゃあれだけどやされたんだ、やらないわけにはいかないでしょう。それでどうだったの？俺の聞いたところによるとだな、何でも東の森でエルフを見かけたんだと。本人から聞いたんだから間違いない。ということで早速行ってみようぜ。
オナモのエルフかえ？お、鋭いね。なんでわかったんだ？それこそ、その言葉はソチにこそふさわしかろう。女性のことになると途端に鋭くなるんだから。そのエルフがオノコじゃったら、こうもうまくはいかぬだろうな。いや、それほんと。俺も自分で感心するくらいだし。のんきなものね。ほんと誰に似たのかしら。ほんと誰だろうね。もういいわ。東にある森に行ってみましょう。なぜあの方を追放なさったのですか？罪人を裁くのか、私情を挟めというのか。それこそ、お父様の私情でなさったことではありませんか。私とのことがそれほど気に障ったのですか？執政官であるこの私が、私情で刑を決められぬことは、お前も知っているはずだ。確たる証拠があったからこそ、あれは裁かれたのだ。確かに判決を下したのは私だが、裁かれるべきかどうか、その判断をしたのは私ではない。ですが。もうこの話は終わりだ。いくら親子とはいえ、政治に口を挟むのは出過ぎた真似ではないか。議員でもないお前はただの一市民に過ぎぬ。そのことを忘れるな。エルフのお嬢さん、その見目麗しいお姿を拝見させてくださいませ。あれだけ寒い寒いって文句言ってたのは何？ほんと調子いいんだから。兄弟、あれを見ろ。あれだって？新緑に咲く深紅のバラだ。確かにあの方こそ我らが探し求めていたこの森に眠る宝。待て、あれを見ろ。なるほど、美女に群がる野獣ならぬモンスター。これってお約束ってやつね。お嬢さん、今助けに参ります。え？あ、ちょっと。お嬢さん、俺たちが来たからにはもう安心だ。怖かったでしょう。お待ちください。あのようなモンスター、すぐに片付けますから。なんだ？弟よ。兄じゃ。勇者の心得、一つ。
女性と見たらまず口説け。ひとつ、老いも若きも無分別。ひとつ、褒めるときは嘘偽りなく真実を述べるべし。ひとつ、緊急なので以下略。最後に、女性に対して絶対にしてはならないことは。それは、悲しませることは言うに及ばず、いかなる理由があれ、女性に手を挙げることだ。俺たち決まった。なんなんだこいつら。何モンスター相手に大見え切ってるの。本当の本当、頭痛い。さあ、お嬢さん、ここは俺たちに任せて下がっていてください。行くぞ。王座、私めはウィンフィールドと申します。私めはトーマと申します。以後お見知りおきを。はあ、ふざけてるのか。こやつらのことは気にするでない。つかぬことを伺います。エルフの里への道を知っていますか。なんでそれを。知っているのですね。でしたらエルフの里まで案内してください。冗談だろ。なんで私が見ず知らずのあんたらを案内しなきゃならないんだ。こうして見知ったからには、俺たちはもう赤の他人ではありません。ここは一つ、お互いのことをよりよく知るために熱い抱擁でも。あんたは黙ってな。余計なことしやがって。あれで恩を売ったつもりか。言っとくけどな、誰も助けてくれなんて頼んでないんだ。エルフの里でも何でも、行きたきゃ勝手に行けばいいだろう。お願い、私たちどうしてもエルフの里に行かなければいけないの。あんた、ハイエルフか。何と言われようと嫌だね。ふざけていたのは謝る。俺たちも必死なんだ。ここにいるウィンフィールドはマキの所持者だ。そう言ってもわからないかもしれないが、今もマキに肉体と精神を侵されている。それだけじゃない。マキが魔王と呼ばれる者の手に渡れば世界は破滅する。だからマキをもう一度封印するか破壊するかする必要がある。そのためにはエルフの里へ行き話を聞かなければならない。俺たちだけのことじゃない。この世界に関係することなんだ。頼む、案内してもらえないか。金。
何？だから金だよ。まさか案内させるのにタダでなんて考えてないだろうな。もちろんそれ相応の報酬は支払います。後で金が足りないなんて泣き言は聞かないからな。覚悟しとくんだな。それと案内するのは入り口までだ。それで構いません。よろしくお願いします。行くぞ。疲れた体を癒してる暇なんてないぜ。四十八の恋愛術その八。まずは最初が大事と知れ、始まりは大胆にアプローチだったな。それが女性に対する最低限の礼儀ってもんよ。このまま終わりにするってのはこれ以上ない悪だ。兄弟、そいつは言われるまでもないな。俺は悪に染まりはしない。今こそ我らの正義を実践する時。その息はよし。伝説はお前自身が作り出すもの。さあいざラビニアの元へ。我が目に灯るは烈火の炎、我が心に吹きすさぶは灼熱の疾風、心に咲き乱れるは情熱に染まりし真紅のバラ。よっしゃ完璧だ。行ってこい我が弟よ。こいつは必要そうだな。こいつもあった方がいいか。それとあれも。何を探しているのかな、美しいお嬢さん。今宵のあなたはこの夜空に輝く満天の星すらかすませるほど美しい。またあんたか。私は忙しいんだ。用がないならどこかよそへ行ってくれ。そいつは俺にどこへも行くなと言っているようなもんだぜ。あんたには何を言っても無駄か。私は忙しいんだ。用があるならとっとと行ってくれ。君へのこの熱い思いを用という言葉で表すのはあまりに無粋ってもんだ。だから何が言いたいんだ。そうやって少し澄ましたその横顔も素敵だ。そんなことを言いたかったのか。私は疲れてるんだ。用が済んだなら私の前から消えてくれないか。せっかちなお姫様だな。まあレディーをじらすのは俺の本意じゃない。まずは俺と一緒に旅の疲れを癒そうぜ。人の話を聞いてないだろう。あんたと一緒にいる以上に疲れることはないんだよ。こんな夜は一人きりでいるなんて寂しい。ほんと、この大陸は寒いな。そういえば、寒いのが苦手だって言ってたよな。無理するなよ。早く宿に戻りな。もしかして、俺のこと心配してくれてたりする？な、ふざけるな！なんであんたのこと心配しなきゃならないんだ！つきまとわれた挙句、風でも引かれて移されたらたまらないからに決まってるだろ。ラビニアちゃんがそう言うなら、ま、そうしておきますか。なんだよその余裕ぶった態度は。
あんたのそういうところが気に入らないってんだよ。とことんまで嫌われたもんだね、俺も。けど、ここまで嫌われれば、あとは好きになってもらうだけだしな。へっし。かっこつけてる場合じゃなかった。この寒さじゃ、いい男も台無しだっての。たく、いい男が聞いて呆れるよ。そのやる気だけは認めるけどさ、ほら、宿に戻るよ。いやいやいや、君を誘えるまでは。くし。話だったら宿で聞いてやるよ。宿にだって酒場はあるだろ。よっしゃ、そうと決まれば善は急げ。末善食わぬは男の恥。勘違いするなよ。こんなところであんたに投資されたら目覚めが悪いだけだ。なことどうだっていいっての。大切なのは二人で過ごす時間ができたってことだろ。だったらこんなところで1分1秒でも時間を無駄にするのは惜しいだろ。いざ行かん、バラ色の園へ。ほんと調子のいいやつだな。なあ、なんでこんな遠回りするんだ。あんたたち何も聞いてないのか。闇の軍勢のことであれば町の者から聞いている。闇の軍勢。オークやゴブリンのことよ。私たちはそう呼んでるの。呼び方なんてどうでもいい。あいつらの砦がそこかしこにあるんだよ。それと新しい砦でも建てようってのか、うようよとそこら辺をうろついている。それでわざわざ森の中を抜けたというわけか。大した奴らじゃないが、いちいち相手をするのも面倒だからな。あなたずっと一人であの森にいたの。別にずっとってわけじゃない。でも一人だった。それがどうしたってんだ。どうだっていいだろ。あんたらには関係ないことなんだから。関係なくはないな。あの森で出会ったのも運命。こうして一緒に旅をしている。俺と君はもう一心同体。安心してくれ。これからは俺が君の剣となり盾ともなろう。こいつおかしいんじゃないのか。否定できないのが辛いところね。よかったぜ、今のセリフ。欲を言えば雰囲気を作ってから決められれば文句なしだったな。それはこれからでしょ。まずはお膳立てしとかないとな。だな、徐々に盛り上げていって最後にこうガバッとだな。訂正しとく。こいつら相当おかしいだろ。なんでこんな風になっちゃったのかしら。あんたたち、ちょっと待ちな。どうしたの。そのまま町の中に入ろうってのか。そのつもりだが。本当に何も知らないんだな。たく、耳。耳。そいつを隠しな。なぜそんな面倒なことをする。
何も知らないんだろ。だったら黙って私の言うこと聞いてればいいんだよ。って言っても納得しないだろうから説明しとくけど、ここの奴らはな、エルフが嫌いなんだよ。この大陸にも種族間の確執があるというのか。違う違う。ルス・ソレイユは、エルフの里は結界に守られている。あそこの暮らしは、それはもう快適なんてもんじゃない。こことは大違いさ。なるほど。それで嫉妬しておるというわけじゃな。そんな生優しいものじゃないね。ここでの暮らしがどれだけ厳しいか知らないだろう。自分たちだけ快適な暮らしをしてってさ、もう怨念に近い感情さ。それであいつらエルフの里を自分たちのものにしようとしているのさ。確かにそいつは穏やかじゃないな。あいつらにはエルフかそうじゃないかなんて見分けがつかない。耳が長けりゃみんなエルフに見えるのさ。そういった事情があるならば、そちの言葉に従おう。ゼルバ、それとバシュタールはよいか。アルボルとボーグナインはどうするんだ？あまり注意を引きたくはないが、ここの奴らは警戒心が強いからな。連れて行った方がかえっていいかもしれないな。つまり魔除けの役目をすればいいということですね。我が輩、神木になった気分を出せればいい気分になれます。なんで嬉しそうなんだ？ところどころ間違った表現があるが、本人が喜んでるならまあいいか。それじゃ、用心棒さん、よろしく頼むぜ。準備は進んでいるのか？少々邪魔も入りましたが、特に大きな問題もなく順調と言えましょう。我が主は約束を守る者には寛容だ。一度交わした言葉を違える者には容赦はない。重々承知しております。主は誰がこの大陸を支配しようと構わぬとおっしゃっている。期待に応えることができれば、汝が望むものを手に入れることもできる。身を小にし、お仕えする所存でございます。そのことを主に伝える。だが、うかうかはしておれぬぞ。まもなくミュソイが動く。ミュソイですか？確か南に位置する小都市でしたな。主が最も望んでいたのは、もうすぐ手に入る。そうすれば、この大陸だけでは、世界のすべてが我が主のものとなる。ミュソイの者も望んでいたエルクの里を手に入れよう。何時も時を誤らぬ。そのお言葉、肝に銘じておきましょう。奴らの準備は整っている。後の連絡は何時が直に行うがよい。承知しました。これは素晴らしいと言わざるを得ません。このような不可思議な森があったとは、我が輩もまだまだ若すぎる嫌いがあると言えるでしょう。本当素敵ね。見た目が一様に同じだな。
あんた、目ざといな。ルス・ソレイユと言ったか。エルフの里はこの森の奥にあるのだな。ただ歩いて行っても迷うだけだけどな。何か目印になるものがあるということか。ただその目印というのが特殊なのじゃな。目に見えるものじゃないからな。特殊な波動とでも言えばいいのか。そいつを辿っていけばいいだけだ。私もエルフだけど全然わからないわ。里に暮らしていればエルフだったら感じられるようになる。里で育つうちに自然と身についていくということか。森全体に特殊な魔法がかかっているからな。目印をつけておいても無駄だ。さながら天然の要塞といったところか。確かにこれ厄介だな。それでもアルボルなら抜けられるんじゃないのか。アルボル、どうしたの。我が輩としたことが呼ばれていることに気づいていないようでした。なあ、アルボルだったらこの森を抜けられるんじゃないのか。それは我が輩にも無理というものでしょう。ここの森は声を封じられています。です。会話することができない。それはもう、だから困っているのです。アルボルに道案内を頼みたいわけじゃないのよ。ラビニアがいるから心配しないで。いえ、そういうことではないのです。森がざわめいているのです。我が輩に何かを伝えようとしていることはわかるのですが。そんなに深く考えるなって。きっとお前さんが来たことを歓迎しているのさ。それで騒いでるだけだって。そうだと思われましょう。ささ、ラビニアちゃん、エルフの花園じゃなくてエルフの里まで案内よろしく。この悪い虫はどうしたらいいのかしらね。放っておくがよい。どうせいつものように軽くあしらわれるだけじゃ。花に寄りつけぬ虫なぞ何の害にもならぬ。そうね、放っておくのが一番いいわね。あとはここをまっすぐ進むだけだ。ここからだったら迷わない。むしろここから迷えるやつがいるならこっちが聞きたいくらいだ。それじゃあ兄弟、張り切っていくとしますか。なんてわかりやすいの。あんたの苦労がわかってきたよ。でしょでしょ、そう言ってもらえるとなんだかすごく嬉しいな。そうか。それにしてもあの二人、いい加減どうにかしないとね。お前たち変わってるな。やっぱりそう思う？正直エルフは好きになれないけど、あんたは別かな。
なんで？あなたもエルフでしょ？それなのに。私はダークエルフなんだよ。見ればわかるだろ。だから入り口までって言ったのね。嫌われてるからな、私は。私もここの連中のことは嫌いだから、お愛子なんだろうけどさ。そう、私のおじいちゃんが言ってたわ。ダークエルフは決して悪くない、善良なエルフだって。ただダークエルフだというだけで忌み嫌うことにこそ問題があるって。私もその通りだと思うわ。だってラビニアはいい人だもの。エリス、行きましょう。ラビニア、私は一緒に来てもらえないと私たちが困るわ。だって帰り道がわからないんですもの。せっかく話を聞けても帰れないんじゃ意味がないじゃない。まさか私たちが話を聞いて帰ってくるまでここにいるなんてできないでしょ。大丈夫、いざとなったらアルボルと防具ナインを盾にすればいいんだからね。仕方ないな、料金は割増だぞ。その分はトーマとウィンフィールドに働いてもらうから大丈夫。それじゃ期待しないで待つしかないな。いや、花園なんて雰囲気じゃないな。エリス、私やっぱり。大丈夫、ラビニアは何も悪いことはしてないんだから、胸を張っていきましょう。いや、あんたたちに迷惑をかける。私は外で待ってるよ。ラビ姉様。ファイーナ、行かないで姉様。妹がいたのか。どうして。森が教えてくれたんです。姉様が里にお戻りになっていると。それでいても立ってもいられなくてお迎えに来たんです。なんと可憐な。姉をバラに例えるならば、妹はさしずめ白百合といったところか。ここはやはり。二人ともそろそろ落ち着きなさいね。じゃないと、ボーグナイン、主の命とあらば。いや、分かっちゃいるんだが、この口と体が自然とさ。ごめんなさいね、騒がせちゃって。あ、私こそ久しぶりに姉様に会えたものですから舞い上がってしまって、すみません、名乗りもせずに。私はファイーナと申します。本当は皆様をお呼びするようにとお父様から言づかってきたんです。父様が。はい、何でも大切なお話があるそうで。お疲れのところ申し訳ございませんが、ご足労いただいてもよろしいでしょうか。ご足労も何も、話を聞きに来たんだ。
聞きたいことを教えてくれるってんなら大歓迎さ。案内してください。はい、ではどうぞこちらへ。皆様、遠路はるばるよくお越しくださいました。何分このように僻地なもので十分なおもてなしはできませんが、ご容赦ください。私たちに必要なのは艦隊などではありません。こちらの方が身につけている腕輪についてということですね。そうです。あなたが知っていることを話してください。もとよりそのつもりです。とはいえ、私もその腕輪について全てを知り尽くしているわけではありません。古の時代、暗黒の魔王サマリルの力の源となった巻、その中でも最も強力な巻がダーククリムゾン、契約の腕輪と呼ばれる、今あなたが身につけている腕輪です。契約の腕輪はグリアーズとネルスの手によって作られ、ハイエルフが力を注ぎ込んで完成させた非常に強力な巻です。それだけに、使いこなすことができれば神に等しい存在ともなれるでしょう。しかし、契約の腕輪を真に扱えるのはサマリルだけです。あなたも腕輪の恩恵に良くしてはいますが、その力はほんの一部に過ぎません。例えば、肉体に加齢の兆候が現れないというのも腕輪の力によるものです。しかしながら、先ほど申し上げた通り、その腕輪はサマリル以外に使いこなすことはできません。腕輪の主であるサマリルの呪縛により、身につけたものは次第に心も体も蝕まれていきます。いかに強靭な精神の持ち主でも、これに抗うことはできません。このまま腕輪を身につけ続ければ死が訪れるということか。いいえ、あなた方もご覧になっているはずです。闇の騎士グルグを、サマリルの力に支配された者は闇の騎士であるグルグへとその身を返事、心を持たないサマリルの操り人形となり果てるのです。グルグだと？あの黒の騎士が元は人だというのか？いえ、彼らは人ではなく力に溺れたラルバですが。操り人形になったラルバとはな、人よりよほど立ちが悪い。ではどうすればいいのですか？このままではウィンフィールドを助けることはもちろん、腕輪もサマリルに渡ってしまいます。腕輪を外し、今一度封印できればサマリルの手に渡すことなく、あなたの命も救えます。ですが、それは容易なことではありません。腕輪を外すということは、サマリルの力を上回る力で呪縛を解かなければならないからです。他に方法はないのか？サマリルが蘇ったということであれば、その身を召せないまでも腕輪と同じように封印することができれば、同じく腕輪の呪縛が解かれるでしょう。あの時は私たちの造物主である神がおられました。神はそのお力で奇跡を起こし、闇の神とサマリルを封印されたのです。ちょっと待ってください。神がって？神が存在していたかどうかは別にして、少なくとも今現在神は存在してはおらぬ。その通りです。それでは方法がないのと同じではないのか？いえ、一つだけ方法があります。腕を叩き切るか？試しても無駄だったぜ。そうではありません。ハスカリヌの土を手に入れるのです。
ハスカリヌの土だって？そいつは一体。腕輪を鍛えたこちらも魔器です。魔器を鍛えた魔器なら破壊することも可能か。ならばそのハスカリヌの土を探せばいいのだな。ハスカリヌの土は現存していません。ですが作ることは可能です。腕の立つグリアーズ、仕上げの際に秀でたネルス、あとは出来上がったハスカリヌの土をハイエルフの鮮血に浸せば。全く同じ薪である。ハスカリヌの土が出来上がるということか。本当のことを言えばハスカリヌの土を作ることは不可能だと思っていました。ですがあなた方がここにいるということは大陸を渡る術をお持ちということなのでしょう。あなたは知っているのですね、この大陸だけが世界の全てではないこと。伝承としてですが、幸いなことにこの大陸にはグリアーズもネルスもおります。彼らはとても友好的な種族なので、事情を話せば力を貸してくれるでしょう。素材についても必要なもののうち2つは手に入れることができます。しかし残り1つの素材がこの大陸には存在しないのです。だから俺たちの存在がなければ作ることは不可能だと考えていた。はい、これで腕輪の件はなんとかなりそうだな。よかったじゃないか。そうだな。どうした？浮かない顔して。もっと喜んだらどうだ？そうなんだが、実感が湧かないってのが正直なところでさ。現実感がないっていうか、まあそんなところでな。そうね、あれからだいぶ経つものね。お父様。ああそうだったね。皆様お疲れでしょう。話の続きはまた明日にしましょう。今日のところはこちらにお泊まりください。その前にお食事でしたね。ファイーナ、用意してくれるかな。はい。それではごゆっくりおくつろぎください。姉様、まだ寝ていないのか。体に触るぞ。少しなら大丈夫です。これでも昔よりは丈夫になったんですよ。そうか、私がここを出てからだいぶ経つんだったな。姉様、まだお父様のことは。母様はどうしている？あの場所に自らを封じられたままです。里を出て行けと言われた時、やり場のない憤りを感じた。それが私のためにしたことだと気づいた今も、あの時抱いた感情の全てが消え去ったわけじゃない。やはりお父様を許してはくださらないのですね。私が父様を許せないのは、母様をあのままにしていることだ。この里の輪を乱さないためなんだろうけど、だったらなぜ母様と一緒になった？それはお父様とお母様は愛し合っていたからです。だったらなぜ一緒にいようとしない？周りにどう言われたって構わないだろう。どうして母様を見捨てた？見捨てただなんて、そんなことは。そう言えるか。母様が自らを戒めているというのに。もういい、この話はやめよう。本当に体に触るぞ。もう寝るんだ。はい。こんなところにいたのか。どうしたんだ、そんなに慌てて。
里に、里の中に闇の軍勢と人間が攻め込んできたの。なんだって。そんな嘘です。そんな恐ろしいこと。嘘でこんなことは言えないだろう。とにかくここは危険だ。あいつらは俺たちが相手をする。ファイナ、君は安全な場所に避難してくれ。わかりました。奴らはどこにいるんだ。広場よ。今はアルボルとボーグナインが食い止めているわ。わかった。私も行く。姉様、行けません。危険です。お前は早く逃げろ。でも。大丈夫、姉さんは俺たちに任せてくれ。行くんだ。姉様を、姉様をお願いいたします。安心しろ、お前は俺が守る。余計なお世話だ。自分のことくらい自分で守れる。そういうなって。妹さんと約束したんだ。その約束を守らせてくれてもいいだろ。そうだな。妹に手を出さないと約束すれば考えてやる。それはまあ成り行きに任せるってのでどうだ。仕方のないやつだな。とりあえず今のところはそれで手を打ってやる。エリス、行くぞ。ええ。はっ。バカフラ、バカフラ、バカフラ。せい。俺らの気配は消えた。森の中でてんてこまいになっているようですよ。しかしながら森がざわついていたのはこういうことだったのですね。我が輩、まだまだ修行が足りないと言えるでしょう。大丈夫か。ああ、私はなんともない。やっぱりダークエルフは疫病神だ。あいつが帰ってきたから、あいつがここにいるから俺たちはこんな目にあったんだ。そんな、姉様は何もしていないのに。これは姉様とは関係ありません。やめろファイーナ。でも。いいんだ、私が出ていけば済むことなんだから。お父様も何か言ってください。早く出て行きやがれダークエルフ。言われなくても。まあまあ皆さん、そう言い切り立たず、少し俺の話を聞いてもらえませんかね。皆さんはラビニアが魔物を呼び込んだと言いますが、それは大きな間違いです。なぜって、それはここにいるウィンフィールド君が全ていけないからです。なぜなら彼が魔王の腕輪を持っているおかげで、その気配を頼りに魔物たちが攻め込んできたからに他ならないからであります。そうですよね、メルビス様。彼の言う通りです。腕輪は間違いなく暗黒の魔王サマリルのものであり、サマリルは腕輪の位置を探ることができます。ほらね、俺の言った通りでしょ。けどそいつがあんたらを連れてこなければこんなことにはならなかったんだ。どう考えたってそいつが悪いに決まってるだろう。あのね、物分かりが悪い男は女性にモテないぜ。それに彼女には
ラビニアっていう素敵な名前があるんだ。あいつやそいつなんて呼び方は失礼ってもんだろ。うるさいよそ者が。これは俺たちの問題だ。口を出さないでくれ。よそ者ってのは認めるがね、そう感情的になるなって。わめき散らす男はみっともないぜ。だいたいあの戦闘の最中あんたはどこにいた？ラビニアが必死になってこの里のために戦っている時にだ。それを棚にあげて非難ばかりするのは本当にかっこ悪いぜ。エルフがなんだ、ダークエルフがなんだ、女性は女性だ。男より強い女性がいることは認めるが、それでも大概男の方が強いもんだ。男には弱いものを守る義務がある。だったら俺たちがしなければならないことは何だ？男だったらどんなに嫌いでもどんなに憎くても危険にさらされている女性が目の前にいたら放ってはおけないもんだぜ。それをこそこそと逃げ回って挙句の果てに命の恩人に向かって出ていけだって？あんたさ、男としても最低だけど人としても最低だぜ。メルビス様、世話になりました。俺たちはこれから素材集めの旅に出ます。ファイーナちゃん、世話になったね。行こうぜラビニア。ああ姉様。ファイーナ、元気でな。父様をあまり心配させるなよ。ラビニア、何も言うなよ。このままあんたを憎ませておいてくれ。わかりました。それじゃあ皆さん、機会がありましたらまたお会いしましょう。どうしたんだ、えらくご機嫌じゃないか。やっぱり血は争えないんだなってね。さっきはかっこよかったわよ。そっかそっか、エリスちゃんも俺の虜になったわけね。もうすぐ調子に乗るんだから。せっかく見直してあげたのに。まあまあ、そんな照れなくてもいいんじゃないの。誰が照れてるですって？バカなこと言わないの。嘘嘘、エリスちゃんは最初から俺に惚れてるからな。トーマ、悪い子はお仕置きしないとね。待って、ダメ。今日は本当に疲れてるから。またやっておるわ。よう飽きぬものじゃ。仲が良いほどなんとやらとは言うが、本に成長せぬの。本当、しょうがない奴らだな。それよりもどうするのだ。ミュソイの人間がいたということだ。元来た道は戻れぬぞ。仕方ない。危険だけど北に向かおう。ミュソイ側に抜けるよりはいいからね。誰だ？私です。その声はファイーナ。姉様。
なんで？ファイーナどうして？私も姉様と一緒に里を出ます。皆様、私も一緒に連れて行ってください。何バカなこと言ってるんだ。大体父様はあんたが里を出ることを許したのか。それはお父様は関係ありません。私はもう子供ではありません。自分のことは自分で決めます。だからって。ラビニアよ、その辺にしておくがよい。過保護も過ぎれば重荷にしかならぬ。本人が望んでいることじゃ。その意思を尊重してやらぬでどうする。私も外の世界が見たいんです。自分の体のことは自分が一番よく知っています。だからこそ生きている間に世界を、エルフの里にはない様々な景色をこの目に焼き付けておきたいんです。ビラロア、迷惑をかけることになるよ。何、構わぬ。手のかかる子ならばいくらでもおるからの。そうだったな。まあ、わざわざトーマを喜ばすことになるのは尺じゃがの。よろしくな、ファイーナ。はい、よろしくお願いいたします。ダメだね。あれだけゴブリンやオークがうろついているってことは、もう砦ができていると考えた方がいい。それほど大きな砦ではないだろうが、この人数で相手にするのは厳しいだろう。少し遠回りになるけど、ここから西に進んで一度クカーゼに出た方がいいだろう。本当はここから北に進んでゼーラ森林に入るのが一番いいんだろうけどな。あそこに入れれば、あとはネルスの町にもグリアーズの岩窟都市にもどちらにでも行けるからね。あそこまで戻るとなるとかなりの遠回りになるな。だがこのまま北に進んで砦を越えるというのは現実的ではない。どうするの、トーマ。皆さん、何相談してるんだい。そんなの考えるまでもないでしょう。はあ、かなり嫌な予感がするんですけど。相変わらず勘が冴えてるね、エリスちゃん。勘ですって？誰でもわかるわよ、あなたの考えていることなんて。そういうことなんで、派手に行こうじゃないの。あんた、こんなのといてよく我慢してこれたよな。仕方ないじゃない、慣れよ慣れ。面白い方ですよね、トーマ様って。最初だけだからそう思っていられるのは。そうでしょうか。私は素敵な方だと思うんですけれど。
おい、エリス、ファイーナが。大丈夫大丈夫、そのうち飽きるから。でも。お姉さんが取り乱さないでしょ。そうだな。さあさあ皆さん、張り切っていきましょう。でもね、私も頭痛い。ここから北に進めばネルスの町ベイリネがある。東に進めばグリアーズの住むトゥランだ。距離はほぼ同じ。素材のあるアウリスコもほぼ中間にある。どちらを選ぶか、あとはもう好みの問題だな。だったら俺はペイレネを選ぶとするか。どうしてですか？北の方が暖かいからでしょ。トーマは寒がりだから、少しでも暖かいところへ行きたいのよ。その気持ち、わかります。私も里を出るまでは外の世界がこれほど寒いとは知りませんでしたから。やっぱりそう思う？だからこう、人肌恋しくなるわけ。ってことで、ファイーナちゃん、お願いがあるんだけど。どうかしましたか？私にできることがあれば、何でも言ってください。頼みたいのは山々なんだけどさ、いろいろと痛い視線を感じるんでね。それはまた今度にして。いや、なんでもない。なかったことにしておいて。いやはや、俺のマナ弟子もあの二人相手じゃ分が悪いか。お主と同じで立ち直りも早いがの。まったく無駄な方向へたくましくしてくれたものだ。あ、俺も降参。ほんと勘弁してくれって。女性が強いのはいつの時代もどの世界でも変わらない共通で普遍の真理ですね。スカリヌの土ですか。何かご存知ではありませんか。いやの、アクセサリーなど細いもんはわしらもこしらえるがの。さすがに武具などのソーシングとなると、その仕上げをするくらいじゃて。それほどのものとなると、はるか昔じゃから残っておるかどうか。まあ、トゥランに行って聞いてみるのが一番確実じゃろ。そりゃそうだよな。無表の霊水であれば、確かにアウリスコの地下に湧いておる。わしらも稀に利用しておるが、残念ながら今は手元になくての。グリアーズも仕上げに利用することがあるし、先にトゥランに寄ってみるといいかもしれんな。そうですか。いろいろとありがとうございました。いやいや、わしらにも何かできればよかったのじゃが。では、
できることで協力してもらいましょう。この町で一番の仕上げ手を紹介してください。ハスカリヌの土の仕上げに、ということじゃな。であれば、そうじゃな。長老様、どうしてプラムにお声をかけてはくださらないですの？ああ、いや、お前さん聞いておったのか。当然ですわ。下は生まれたばかりの赤ん坊から上はカカスのおじい様まで。町の中でこの方々の来訪を知らない者だとおりませんわ。このような面白いこと。いえ、大事なこと。どうしてプラムにお話しくださらないですの？このお嬢ちゃんは？ご紹介が遅れましたの。プラムと申します。この町一番の仕上げ手ですの。これ、大層なことを言うでない。お前さんはまだ半人前なんじゃからの。いくら長老様でもそのお言葉聞き捨てなりませんわ。ではプラム以上の仕上げ手の名を挙げてみてください。お名前を伺い、納得しましたらおとなしく長老様の言うことを聞きますの。まったくお主には困ったものじゃの。彼女は、プラムさんは本当に町一番のその仕上げ手なのですか？しばらくすれば間違いなくそうなるじゃろうな。しばらくではなく、今もですの。まあ、こう、向こう気の強い娘での、それで難儀しておる。あなたに確認しておきます。彼女でよろしいのですね？本人がこうと言い出したら、さとしても聞かぬ娘じゃからな。あなたもこの町には二度と戻れなくなる可能性もあります。それでも一緒に来ると言えますか？それは言えますの。プラムはペイレレの代表ですもの。他の人になんて任せられないですわ。よろしいですか？わしはお前さんらが真実を語っておると信じておる。やから協力するのは当然じゃし、わしらの義務とも考えておる。それでも進んでこの仕事を若い者に任せるとは言えぬのじゃ。しかしこれからの時代を作るのは若い者の使命じゃ。真実、世界に危機が訪れようとしておるのであれば、ここは快くプラムを送り出してやるべきなのじゃろうな。それでは長老様、行くがよい。じゃが必ず無事帰ってくるのじゃぞ。またお前さんの笑顔を見せておくれ。それがわしの生きがいじゃからな。長老様、安心してくださいですの。プラムは絶対に帰ってきますわ。皆様方、プラムをよろしくお願いいたします。任せといてくれ。俺の命に代えてプラムちゃんは守ってみせる。嫌ですわ。このように皆様がいる前で愛の告白なんて。お付き合いはもう少しお互いのことを理解してから、その後で考えさせていただきますわ。そうしてもらえるとありがたい。それでは皆様、参りましょう。
町の中は洞窟って感じもしたが、こうして部屋だけを見ると普通の家と変わらないな。それは当然だろう。洞窟だと思って見くびってもらっては困る。いくら穴蔵を好むからといって俺たちだって住みがたい場所に住み着きたいとは思わないからな。あなたは？俺様はガンツ、トゥラン一の鍛冶工だ。てことは話は聞いてるぜ。ハスカリヌの土だろ。俺様くらいになればどんなものでも、それがたとえ伝説としてしか残っていないような武器や防具だったとしても一通りの作り方は頭の中にあるもんだ。俺様に任せておけ。グリアーズにできたものが同じグリアーズの俺様にできないはずがない。素材さえ都合がつけば薪だろうと何だろうとこの世にまたとない一品に仕上げてやる。仕上げはプラムの仕事ですの。うん、このちっこいのは、うん、ネルスか。いやすまん、道理でちっこいわけだ。グリアーズのガンツさんに言われたくないですの。残念だったな。ここにはお前みたいなちっこい女はいないんだよ。それは女性のグリアーズだからですわ。男性のグリアーズは人のこと言えないですの。ガンツさんなんてトーマさんやゼルバさんに比べたら全然小さいですわ。いいんだよ。男はな、でかさじゃない、腕っぷしと度胸がどれだけあるかっていうので価値が決まるんだよ。ガンツさんは頭の中身までカチンコチンにお期待になってしまったのですわ。殿方はどれだけ女性に優しくできるかで価値が決まるものですの。なんだと？どれが頭の中までカチンコチンだって？大きな声を出さないでください。ガンツさんの大声は洞窟の中だと反響して頭に響きますわ。ガンツさんはもう少し資料をお持ちになった方がよろしいですわ。言わせておけば。まあまあご両人さん、ひとまず落ち着けって。私たちにはあなた方二人のお力が必要なんです。プラムさんもガンツさんもお願いです。どうか力をお貸しください。これはお二人にしかできないことなんです。まあなんだ、それは引き受けたのは俺だし、俺にしかできないことだったからな。そうですわ、これはプラムにしかできないことですもん。ですが、これはお二人の力が揃って初めてなせることでもあるんです。そうそう、募る話があるんだったらこれからいくらでもするといい。何せ時間だけはたっぷりとあるんだからな。まあいい、男が一度口にしたことだ。約束は守る。プラムもネルスの代表ですの。些細なことは水に流して差し上げますわ。たく、ややこしい奴らだな。己の腕を頼りにしている者たちじゃからな。それなりの自負と自尊心があるのじゃ。つまり自分が一番ってことだろ。だから面倒だって言ってるんだ。己が一番、誰にも負けぬという気概がなければ務まらぬって。相手が相手じゃからな。気弱な者よりは気が強いくらいの方が良い。そう、お主のようにな。私は別に。時間はいくらでもあるか。
そのことは後で話せばいいだろう。今聞かせたところで右から左に抜けていくだけだ。そうね。これでようやく素材集めに行けるな。少し遠回りになったが、あとは素材集めに専念できる。まずは無表の冷水か。アウリスコへ向かおう。これは素晴らしい水と言わねばなりません。我が輩、ここの水一杯で3日は満足できるでしょう。3日間、これ一杯で過ごせるってのか。いえいえ、満足度が3日間持続するだけです。お腹が膨れるかどうかは別問題だと断言できますです。ミュレントっての意外と厳禁なんだな。当然です。生きていくための糧を得なければ大きくはなれませんから。でも本当に清々しいですね。この場にいるだけで心も体も癒されます。無表の冷水ってのはどこにあるんだ。この湖の地下ですわ。あそこの入り口から入って地下へ降りていきますの。けれどもたもたしていると溺れてしまいますの。どうしてだ。それはですね、アウリスコは隣のパラミナスコと地下でつながっておりますの。パラミナスコが干潮の時にはこのように水位が下がり入り口が現れます。パラミナスコが満潮の時には水が流れ込んできて水位が上がりますの。それで出口どころか洞窟が水没して織田仏っと。いや、冗談じゃない。そんなこと俺は聞いてないぞ。あら、少しくらいでしたら大丈夫ですわ。泳げばいいだけですもの。急げば溺れる前に出口にたどり着けますわ。それこそ冗談じゃない。泳ぐ段になった時には手遅れだろうが。そりゃ十中八九そうだろうな。怖いですの。誰が怖いものか。この俺様に怖いものなどない。でしたら参りましょう。早くしないと本当に溺れることになりますわよ。おうよ、言ってやろうじゃないか。あの嬢ちゃん、なかなか口出しちゃったな。肝も座っているし、言うだけのことはある。あれじゃ、一緒になる男は大変だろう。ご愁傷様って感じだな。人ごとみたいだな。あと何年かすれば自分たちがそうなる可能性だってあるのにな。そうじゃの。どうした？何でもないわ。私たちも行きましょう。そうですね、姉様、行きましょう。この洞窟に入ってはダメですの。ここって入るのに許可が必要なの。まあいいじゃない、今回だけ見逃してよね。ダメですの。まあ落ち着けって。俺はトーマ、可愛らしいお嬢さんがこんなところで何をしているんだい。うちはノア。あんたたちこそ
こんなところで何してるの？ちょっとした野暮用でね。あんたたちも冒険家なの？近いといえば近いが、ちょいとばかり違うな。言うなれば、世界を悪の手から救う勇者様ってとこだ。それで悪の魔王を倒すために伝説のアイテムを探してるとか？お、鋭いね。当たらずとも遠からず。いや、ほとんど正解だな。だったらこれからもいろんなところに行ったりする？例えばこの洞窟みたいな。できれば勘弁してもらいたいんだが、向こうが俺たちを放っておいてはくれないのさ。やっぱり。ねえねえ、うちも一緒に行っていいでしょ？いいでしょって言われても、危険な旅なのよ。平気平気、危険なのには慣れっこだから。むしろ危険すぎるくらいじゃないと燃えてこないのよね。あんたどうかしてるよ。そんなに危険な目に遭いたいんだったら、一人でどこへでも行けばいい。これは遊びじゃないんだ。冒険家だかなんだか知らないけど、怪我をしないうちに他のところへ行くんだね。冒険だって遊びじゃないわ。命の危険があるって言うけど、冒険の危険とあんたたちの言う危険にどう違いがあるっていうの？命がけだって言うなら、うちはいつだって冒険に命を張ってる。あんたにはその覚悟がある？本人が望むのであれば良いのではないかい？これからはこういった場所を調べることも多くなるじゃろう。であれば、旅慣れた者の同行があれば心強くもある。一つ問題があるとすれば、おなごということじゃろうがな。そうなのよね。私もそれが一番引っかかってるの。何はともあれ、よろしくな、ノアちゃん。よろしくね、トンマ。いや、俺はトーマ。早くついてこないと置いてくわよ、トンマ。これはいい。トンマとはよう言うたものじゃ。いい名前ではないか、トンマというのも。やれやれ、お近づきになるには名前からってのも情けない話だな。あれ、ここってどこ？どこって、あんたね。まさか迷ったの？みたい。あははじゃないよ、まったく。ほんと、うちってトンマだね。お、俺のこと呼んだ？違うでしょ。やはりと思っていましたけれど、プラムの気のせいではなかったのですね。見当違いの方向に進んでいましたので、おかしいとは思いましたの。やっぱり全然違う方向に進んでた？それはもう、あさっての方向に、ですわ。あちゃー、またやっちゃった。もしかしてノアって、ものすごい方向音痴？今日こそはって思ったんだけど、やっぱりダメだったみたい。
ったく、あれだけ大見え切っといてこれか。役に立たない冒険家だな。道案内に関してはね。どうだか。プラム、道はわかるか。プラムにもどこにいるのかわかりませんの。仕方あるまい。こうしていても時間を無駄にするだけだ。とにかく先へ進むぞ。さあさあ、切り替えの速さも冒険家には大切な要素。さあ行きましょう。こうなったのは誰のせいだと思ってるんだ。だから先頭はあんたに譲るわ。あとはよろしくね。ささ、どうぞお先に。行くぞ。本人たちがどう考えているか知らぬが、あれでなかなかいいコンビになりそうだな。どうしたんだ？プラム？ダメですの、戻らないと危険ですの。なるほど、ここの守り神ってわけか。こいつは俺様に任せな。先ほどまで小さくなって震えておりましたのに、急に元気になりましたの。戦士の本能ってやつさ。相手が強ければ強いほど燃え上がるってな。あれがガンツの本当の姿なんだよ。いざって時に戦えるかどうかで男の価値は決まると言ってもいい。こいつはいい男の見分け方だ。覚えておいて損はないぜ。ふん、殿方は面倒なことが多いですの。さあ、俺様が相手になってやる。かかってきやがれ。これが無表の霊水。予定外のこともあったが、こいつが手に入ったからよしとしないとな。皆様早く戻りますの。もうすぐ水が流れ込んできますわ。そうだったな。せっかくお目当てのものが手に入ったのに溺れ死んだんじゃ話にならないからな。で、次はどうするんだ。ミュランの洞窟に行くんでしょ。確か大陸の最北端にあるということでしたね。なんだと。そいつは厄介だな。どういうことだ。ちょっと厄介なことになってるのよね。北の地は敵の砦によってこちらと分断されてる。それでうちもミュランの洞窟に行けなかったの。その砦の規模はどのくらいなんだ。どのくらいってものすごく大きいって答えじゃダメ。さすがに無茶はできないってことか。どうするんだ。ミュランの洞窟へ行くのは諦めるのか。それはできません。
他に道はないのですか？あるにはある。アウリスの北にあるパラミナス湖を横断すればいい。アウリスは北の国と国交があるからな。交渉をして船を手配できれば向こう側へ行けるだろう。ではアウリスへ向かいましょう。話がまとまったところで、まずはここを出るとしますか。嫌がらせだっての。なんでこうどこもかしこも極寒の地かね。ほんと、もう身も心も冷えすぎて限界ですよ。よく飽きぬものだ。まるで春先のハムシだな。バシタールちゃん、何かなその意味深な発言。それってどういう意味？いちいち手で払うのも面倒だが、鬱陶しいものは鬱陶しいと言ったところか。ははーん、うまいこと言うもんだね。っておい、せめて井戸端会議中のお姉様方ぐらい言ってくれよ。ハムシと同じだなんてうまい例えだね。ねえトーマ。いやだからトーマだって。と、それはともかく、ハムシはハムシでも俺のは特別だぜ。小さな体に愛がたっぷりと詰まってるんだからな。さしずめ、愛を運ぶ幸せのハムシってところか。愛があっても幸せたっぷりでも気づかずにプチッと潰されるのがオチでしょ。うちだったらそうするだろうし。確かにハムシじゃ格好はつかないか。やはりここは木陰でさえずる小鳥たちのように可愛らしい感じの方が受けはいいか。真面目な顔して言ってることがこれだもんね。だからどうしたんだ。いや、真剣な表情も可愛いって俺は思ってるけどさ。まあね、よく言われるから。なんて冗談は置いといて、いい匂いがしない？匂いだって？いてつく霊気が鼻孔をくすぐって、エクシ。これは獲物の匂いよ、間違いなし。ちょっと行ってくるね。あ、おい、どこ行くんだ。女の子一人じゃ危険だよ。おーいって全然聞いてないし。ただ見送るだけとはらしくないな。いつもなら呼び止めることなどせず、好奇とばかりに後を追っているのではないか。全面的にゼルバちゃんが正しい。言葉のスキンシップより体のスキンシップ。なんで、あとよろしく頼むわ。お嬢さん、こんな森の中を一人でうろつくのは危険だぜ。怖い魔物に襲われちゃうぞ。それなら大丈夫。魔物はトーマに任せるから。こっちかな。やっぱり最初は北でしょ。分かれ道ね。北と東の二択だけど、どっちがいいと思う？ここには何もないか。まだ奥へ行ってみる？それとも帰る？足元気をつけた方がいいよ。ここ滑りやすそうだから。なら気をつけないと。わっ！
こいつはお宝発見。ちょっと何してるのよ。どさくさに紛れてどこ触ってるのかな。これも日頃の行いがいいから神様がご褒美に触っていいよって。じゃなくてこれは事故、偶然の事故。ほんとしょうがないな。ま、そういうことにしといてあげる。ほら立って、また分かれ道。南と北どっちに進むのがいいと思う？まだ奥に続いてるみたいね。もう少し進んでみる？それとも帰りたい？あらら、運命の分かれ道。東、西、北、さあどうする？獲物の匂いはどっちからするんだ？クンクンクンと、西はいい匂いで、東は気持ちいい匂い、北はまんま獲物の匂いかな。獲物ってな、そっちは避けた方がいいんじゃないのか。でしょ、俺とノアの最強タッグが相手じゃ、お宝は分が悪いっての。さて、この勝利を祝して熱い抱擁と祝杯の口づけを遠慮なくどうぞ。調子いいな、そんなことばかり言ってるから怒られるのに。ま、いい冒険もできたことだし、ご褒美代わりにそれくらいしてあげてもいいかな。よっしゃ、お宝ゲット。こんなご褒美があるならいくらでも付き合いましょう。しかし、ほんと寒いよな。口を開けば寒いか人肌恋しいか、それしか言わないんだから。暖を取るのに人肌以上のものはないんだ。恋しくなるのは仕方ないだろう。ってことでエリス、よろしく。よろしくじゃないわよ。一遍ここにある氷柱で頭を冷やしてあげましょうか。勘弁してくれって。これ以上冷やされたらご先祖様とご対面ってなことになるっての。それよりもさ、エリスの膝枕で寝られれば寒さも吹っ飛ぶと俺は確信したわけだ。トーマ、一度ご先祖様と会ってみる？いろいろと相談に乗ってくれると思うわよ。そいつはちょっと、そいつはそうと、そろそろ食事にしないか？もう食事ならさっき済ませたでしょ。いつからそんなに物忘れがひどくなったの？それとも覚えていられるのは女の人のことだけ？飽きもせずによくやるわ。見ているこちらが疲れてかなわ。賑やかでいいですよね。ああいうの阿吽の呼吸って言うんですよね。当たらずとも遠からずだな。本人たちもなんだかんだ言いながら楽しんでいるみたいだからな。特にウィンフィールドさんがいる時の皆さんとの掛け合いはすっごく楽しいですよね。お二人は本当の兄弟みたいですし。楽しいといえば楽しいが、
すべては過ぎれば毒になるという典型的な見本だろうな、あの二人のやりとりは。ですけれど、昨晩の二人のやりとりは傑作でした。怖いもの知らずというか、命知らずというか、エリスとラビニア相手では分も悪かろうに、眼見に育ったことがあだになるとはな。本当、羨ましいくらい丈夫ですよね。お二人だけではなく、皆さんも。ん？どうかしたのか？いえ、何でも。ファイーナ、しっかりしろ。ファイーナ、ファイーナ。気がついたようだな。体は大丈夫かい？もしかして私また倒れてしまったのですね。ファイーナの体のことはラビニアから聞いている。大事に至らなくてよかったよ。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。本当にこの身が恨めしいです。自分を責めるなって。誰も迷惑だなんて思ってないさ。むしろ俺としては守りがいがあって嬉しい限りなんだぜ。トーマさん、それよりも まずはゆっくりと休んで体調を整えないと。だろ？そうですね。これ以上皆さんにご迷惑をかけるわけにはいきませんし、お言葉に甘えさせていただきます。ああ、そうした方がいい。さっき手を握ってみたら、まるで氷のようだったからな。だからですね、とても安らいだ気持ちでいられたのは。あのぬくもりはトーマさんだったんですね。寝ている隙にお手を拝借ってね。ファイーナちゃんの手はスベスベして上等な絹を触っているようだったな。もうトーマさんから、そうやってふざけるから怒られるんですよ。ふざけているつもりはないんだけどさ、ファイーナちゃんにも怒られたことだし、これからは慎みましょう。本当のことを言うと、寝ている間うなされていてさ、それで心配になってついね。ありがとうございます。とても怖いのに、トーマさんのぬくもりに包まれると不思議と不安な気持ちが消え去っていったんです。そんな大層なもんじゃないが、少しは力になれたようでよかったよ。俺が必要なら言ってくれ。ファイーナちゃんのためならどこへでも飛んでいくからさ。でしたら、あの、わがままを言ってもよろしいでしょうか。お、早速かい。どんな用だい。何でも言ってくれよ。もう少しの間でいいんです。トーマさんに触れていたいんです。ダメですか？そんなこと聞くまでもないって。もちろん喜んで受けたまわりましょう。可愛らしいお嬢さんの願いとあればね。ではよろしくお願いします。本日はお忙しい中お招きいただきありがとうございます。そううやうやしくしてもらう必要はない。王とは名ばかり。こんな小国では
無用の存在なのだからな。などと言うと、必ず進化の者に小言を聞かされるのだが、アウリスのような彫刻など誰も見向きもせん。そうでなくとも周囲には隙あらばこの国を自国のものになどと伺っている。他国の存在もない。することといえば書類に判を押すくらいのもので、暇を持て余していてな。こうして尋ねてもらえるとちょうどよい暇つぶしになる。おうよ、それくらいにしておくがよい。進化の者が気が気でないという素振りを見せておるぞ。うん、これ以上小言を聞かされるのは耐えられんからな。ご忠告しかと受けたまわった。で、北に向かいたいのだったな。はい、私たちはミュランの洞窟へ行かなければならないんです。ミュランの洞窟ということは、トラロカンの許可がなければ入れんぞ。そいつは向こうに行ってから話し合ってみるさ。ことがことだからな。嫌とは言わぬだろうが、貴殿らも承知の通り、北への唯一の道は魔物によって塞がれている。文字通りギルガゼヨンという天然の要塞によってな。だからこそこうしてラインバック王を頼らせていただきました。ラインバック王であらせられればパラミナス湖を横断する術をお持ちなのではないでしょうか。無論あるにはある、湖を横断できる船が。ただ誰でも彼でもというのでは困るのでな。審査や何やらで簡単には乗れないようにしてある。というより、もともと物資を運ぶために用意した船ゆえ、人を運ぶのには適していないというのが正しいのだな。それでもいいさ、この際文句は言ってられないだろう。ならば船の手配はしておこう。それとイオンレンダスのマーサ王への書状だ。貴殿らをよしなにとな。何から何までお心遣い感謝いたします。気にすることはない。ガンツと言ったな。貴殿らグリアーズには世話になっているからな。その礼だ。ならば俺も町の奴らにはアウリスの王には世話になったと伝えておこう。そうしてもらえるとありがたい。お互い持ちつ持たれつだからな。それにその書状には貴殿らのことだけをしたためているわけではない。ギルガゼヨンができてからというもの、北と行き来できるのは我がアウリスだけとなり、それはそれで良いこともあるのだが、そうもろ手を挙げて喜んでばかりもいられない状況になりつつある。ガンツ殿も聞き及んでいるだろうが、マグナバルデの魔物どもの動きが活発になっている。その動きに呼応して各地にある他の砦、中でもとりわけギルガゼヨンに大きな動きが見られる。それは俺も聞いている。最近では奴らの姿をトゥランの周辺でもよく見かけるからな。俺たちは戦いの術も心得ている。一人で出歩くようなことがなければあんな奴らにやられはしないが。とにかく奴らの動きが気になる。ついでと言っては申し訳ないが、マーサ王に北のことを聞いておきたくてな。わかりました。この書状は必ずお届けします。よろしく頼む。こんなに暑いんだよ。あのな、しっかり握れって言うけど、こんなに暑いんじゃ持てるわけないだろう。たく、なんで私がこんな。だから暑いって言ってるだろう。
せば。そんな無理やり、やめろって。あ、熱い。だから私は嫌だって言っただろ。それを無理やり、だいたいあんたがね。そりゃあれだけの量の汁をかぶればびしょびしょにもなるだろうさ。なこと言われなくたってわかってるよ。なんだよ、じろじろ見るなよ。ほら、早く拭くもん貸しな。確かにラインバック王からの書状はお預かりしました。こちらの状況はどうなっているのだ。あまり芳しくありません。幸い我が国はアウリスと国交があります。パラミナス湖を介して物資の運搬も可能なので、現状陸路が利用できないからといって困窮するようなことはありません。ですがギルガゼヨンで陸路を封鎖されているため、アウリス以外南からの支援は一切望めません。そうであるのにギルガゼヨンには次々と魔物や物資が運ばれ続け、その脅威は日ごとに増しています。ならば王よ、今こそ立ち上がるべきではないか。俺たちも奴らを苦々しく思っている。この辺で手を打つ必要があるともな。アウリスの王だって話せば手を貸してくれるだろう。これまでギルガゼヨンに対して軍を派遣しようと思ったこともあります。ですがリオンレンダスだけで立ち向かうには相手が悪すぎます。そのためこれまでは手出しできずにいたのですが、機は熟しました。トラロカンのミダス殿からも色よき返答をいただきました。近々ギルガゼヨンに向けて挙兵するつもりです。だったらその前にこっちの仕事を片付けておくか。早くしないと許可をもらうどころじゃなくなるもんね。あなた方はトラロカンに向かわれるのでしたね。そう、ミュランの洞窟に用事があってね。ほんと今から楽しみ。実はそのことなのですが、トラロカンへ向かうには峡谷を越えねばなりません。北東には銀ヌンガ峡谷が、北西にはエウアバール・シバンという二大峡谷があります。どちらも険しい道のりであり、さらに近頃ではエウアバール・シバンに賊が現れるようになったとミダス殿から伺っています。一方の銀ヌンガ峡谷もモンスターが数多く生息しています。そして道の険しさだけで言えば銀ヌンガ峡谷の方が厳しいものになります。どちらを進んだ方がいいというわけでもなさそうだな。うちはどっちにも行ってみたいな。人跡未踏の地を踏破する、それが冒険の醍醐味ってもんだし。どちらもその険しさでは劣りません。そしてどちらがいいとも言えません。強いて言うならエウアバール・シバンの方が開けた場所もあり進みやすいのですが、先ほど言いましたように今は賊が現れますので。賊と出会うことを覚悟で少しでも楽な道を進むか、それとも人跡未踏の地を進むか。さて大将、どちらにする？いざとなったらうちの第六感で。いや、そいつは勘弁してくれ。だよね。北に進めばいつかトラロカンに出るだろう。たく、なんでそう単純な発想しかできないんだ。シンプルと言ってもらいたいな。複雑に考えすぎるよりはまだしも。賊がどれほどの規模なのかわからない以上、
そちらに向かうのは得策ではない。多少危険であっても銀軍が峡谷を進むべきだろう。途中補給できる場所もなさそうだし、準備だけは怠らずにしておかないとな。そうそう、しっかりとした準備をする。これ冒険の鉄則。それでは姉様、買い出しに参りましょう。止まれ。どうしたんだ。これは獣の気配ってわけじゃないね。早速お出ましってわけか。ファイーナ、下がっていろ。大丈夫です、私も戦えます。できればラビニアの言う通りにしておいた方がいいよ。そこまで余裕があるかどうかちょっと怪しいけどね。冒険者の勘ってやつか。まあね。安心しろ、こいつらの相手など俺様一人で十分。さあかかってこい。これで。みんな、無事か？なんとかね。なあ、さっきから高みの見物ってのは人が悪くないか？高みの見物ってつもりじゃなかったんだけどさ、あんたらがあんまりにも強すぎて、それで感心していたってわけ。いやー、ほんと強いね、おたくら。さっき倒したあれ、この辺の主だぞ。みんな見ただけですくみ上がって逃げ出すってのに、戦いを挑んで、しかも返り討ちにするなんてさ。お前さん、トラロ館の人間か。この辺りでまともに人が住めるところって言ったら、トラロ館しかないからな。だったらトラロ館まで案内してくれ。こんな場所一人でうろついてるくらいなんだ。抜け道くらい知ってるだろ。いやいや、そんな都合のいいもんなんてそうそうないって。あったとしてもそう簡単に教えるわけにはいかないだろう。それよりもさ、あいつを倒した手並みといい、この峡谷を渡ってトラロ館を目指していることといい、おたくら片身じゃないよな。いい仕事があるんだけど、話に乗ってみるか。例えば、族の仲間入りして打倒トラロ館なんて声高に叫んでみるとか。さあ、どうだろうね。悪いが遠慮しておくわ。雇ってもらわなきゃならないほど困っちゃいないんでね。そいつは残念。気が変わったら声をかけてくれ。引き止めて悪かったな。トラロ館はこのまま進めばもうすぐだ。オタクラ、トラロ館へ行くんだったら失政官のミダスには気をつけな。表の顔が良すぎるってのは裏の顔を隠したがるやつによくあることだ。そういうやつを相手にした時、後で裏の顔があることを知って遅すぎるからな。じゃあな。どういう意味かしら。さあ、言葉通りの意味じゃないの。ミダスには裏の顔があるということか。どうだろうね。
そんなの会ってみないとわからないっしょ。その通りだ。トラロ館へ行きミダスに会い、話を聞いてから判断すればいい。これはこれは、エンロはるばるよくお越しくださいました。あの峡谷を越えてくるのはさぞ大変だったでしょう。あれのおかげでここは陸の孤島のようなものでして、天然の要害に守られている反面、南で何が起こっているのかさっぱりという状況でして。この国の現状は分かりました。それよりミュランの洞窟の件はどうなりましたか？そのことについてはもちろん自由に探索していただいて結構です。ただあそこは人の手を入れなくなり久しいもので、どのような危険があるものか見当もつきません。それでも構いません。そうまでおっしゃるのでしたらお引き止めはしません。ですがその前に一つだけ、私どもの願いを聞いてはもらえませんか？交換条件ってことか。卑怯な申し出だとは思いますが、皆様もリオン・レンダスのことはご存知ですよね。トラロ館からも援軍を出すということだった。そのことなのですが、先ほども申した通り、トラロ館は2つの峡谷により隔てられております。銀ヌガ峡谷を進軍できれば砦を攻撃でき最も良いのですが、皇軍には適さないのだろう。とてもではありませんが、大軍をもって越えるのは不可能です。そこでエウアバールシバンを通りリオンレンダスへ入ろうと思うのですが。今度は賊が当選簿なわけね。大した規模ではないのですが、いかんせん足場の悪い場所ですし、相手は神出鬼没、兵糧など物資を積む二段のみを狙われたのでは手も足も出ません。皆様はあの峡谷を苦もなく越えられました。その腕を見込んでお願いできませんでしょうか？賊の数は数十から多くても100を超える程度かと。うまく戦えばやってやれない数じゃないな。どうするの？ただ以上に高いものはないっていうし、そのくらいなら交換条件としては悪くないけど、ちょっと気になることがあってさ。何でしょう？疑問に思うんだけどさ、神出鬼没なんてくらいだからこの辺りの地理に相当詳しいわけだよな。そう考えるとその族がよそから流れてきて住み着いたってことは考えにくいわけで。あんた、族と知り合いだったりしない？ご冗談を。ああ、そういえばこれが知り合いということになるのかどうか。少し前のことですが、私の一人娘をかどわかそうとしまして、それで追放にした者はおります。もしかしたらその者が逆恨みして族と通じてことを図っているということは考えられます。確かにそれだったら納得だ。よし、これで全ての謎は解けた。恋は盲目、それゆえ周りが見えなくなることもしばしば。ここは一つ愛の伝道師たるこの俺が
その男の目を覚まさせてやろう。はいはい、勝手にやってよ。もう約束は守ってもらいますよ。もちろんです。それでは行きましょう。あんたどうせ暇なんだろ。私に付き合わないか。いきなり暇人扱いってのもな。他ならぬラビニアのお誘いとあらば喜んでお供しましょう。助かったよ。荷物持ちが欲しかったところなんだ。こんな時くらいしかあんたは役に立たないからね。そいつはちょいと困ったな。この腕は女性を優しく抱くためにあるわけで、重い荷物を運ぶようにはできていないんだよな。だったら安心しな。あんたに抱かれたいなんて思うやつはいないから。一度抱かれてみることをお勧めしたいところだが、それよりどこへ行くんだ？まあいろいろとね。見て回るだけってのも楽しいもんだろ。その都度気に入ったものがあれば買えばいいし、店に行く前から買うものを決めておくなんて損だと思わない？相手が商品なら俺も同意見。けどさ、人相手にそうはいかないだろ。どうだい、ここに掘り出し物があるんだけどさ。宝石か。品揃えは悪くないし、見てみるかな。あんたは財布の中身でも気にしてな。ラビニアちゃんもお年頃なのね。この掘り出し物には目もくれず宝石を選ぶなんて。しかもいつの間にか代金が俺持ちになってるし。綺麗。この宝石の淡く澄んだ緑、まるで新緑の森を見ているみたい。いらっしゃ。あんたその肌の色はダークエルフか。え？そういや聞いたことがある。族長の娘がダークエルフだって話だったな。まさかとは思ったが本当だったんだな。大方里を追い出されたんだろう。出なけりゃこんなところにいるはずないからな。闇に染まり堕落し、最悪をもたらす卑しき者よ。貴様に漆ななどない。汚らわしい。とっととここから出ていけ。おいおい、お客様にその口の聞き方はないだろう。それにここを出ていけってのはどうなんだい。貴様、このダークエルフの仲間か。闇に染まりし者め、尻尾を出さぬうちにとっとと立ち去れ。ダークエルフが最悪をもたらすなんて、どこにそんな根拠があるんだ。まずは落ち着いて話し合おうぜな。根拠ならいくらでもある。過去どれほどの災いと苦しみがダークエルフによってもたらされたか、エルフの伝承に事細かに残されているのだからな。伝承はいいが、実際に見たのかい？ダークエルフがあんたの言う最悪ってのを起こすところをさ。尊いエルフのありがたいお言葉だ。尊重はするが、昔の話だろ。そいつを今されてもな。我々エルフの時間は無限だ。貴様らにとっては過去のことでも、我々にとっては今のことなのだ。あーそっかそっか、あんた俺に焼いてんのか。こんな美人を連れているから、それで羨ましくなってこんな真似したんだろ。いやー、わかるわかるよその気持ち。あんたモテなさそうだもんな。悪かったな、全然気づかなくてさ。ふざけるな、
ダークエルフの存在そのものが悪だと決まっている。そのダークエルフに肩入れする貴様も悪だ。この世界から消え去れ、疫病神どもめ。そこら辺にしときなって。いい大人がわめき散らしてかっこ悪いぜ。いい加減にしてくれないと俺も黙ってられないわけさ。女性を足ざまに言うやつが俺は一番嫌いだってあんた知ってた？そんなこと知るわけ。もういい、もういいんだトーマ、行こう。わかった、行こう。じゃあな、エルフの旦那。悪かったね、嫌な思いをさせて。まさかこんなところにエルフがいるなんて思わなかったからさ。なんでラビニアが謝るんだ？どんなことがあったってラビニアと一緒なら嫌な思いなんてしないっての。私なんでこんな風に生まれてきちゃったのかな。あんな言葉気にするなって。あのエルフも本当見る目がないよな。そいつがラビニアの魅力を一層引き立たせているってことに気づかないなんてさ。見た目も中身も全部ひっくるめて俺は好きだぜ、ラビニアのこと。トーマ、なんだよ、らしくないな。いつもだったら即突っ込んでくるところなのにさ。宝石のことだったらくよくよするなって。あんなもの俺がいくらでも買ってやるっての。その言葉冗談でも嬉しいよ。けど宝石は大切な人に買ってあげて。だからラビニアにあげたいんだろ。俺にとって大切な人だから。バカ言うなって。あんたみたいに誰にでも好きだ愛してるなんていうやつの言葉信じられるわけないだろう。お、調子が戻ってきたな。普段の怒った顔も魅力的だけど俺にとっての宝石はラビニアの笑顔なんだぜ。だからそうやってヘラヘラしてさ、信用なんてできるわけないだろう。それに私ダークエルフだし、一緒にいたらまたあんたに迷惑かけるしさ。で、私何言ってるんだ、あんたと一緒にだなんて。ああ、もううるさい、バカトーマ。私のことは放っておいてよ。いや、ほんとトンマってのはもう勘弁してくれって。信用ないのは認めるけどさ、俺だってたまには本気になるんだぜ。いつかプレゼントさせてくれないか。で、その時には受け取ってほしい。気が向いたらな。約束してくれないか、受け取ってくれるって。じゃなくて、その時になったら考えてやるよ。じゃ、その時になったら考えてもらいましょうか。